桃天の寮でございます。桃天の寮で名古屋の船とかね、あちらの方でね発掘されてね、どうもそちらがそうじゃねえか言うてね言われてるんだけどね、はい、こちら回ってみましょうかね。ああ、ここ駐車場あんねんけど、閉まってまんねえな、これ。飛鳥時代タイガーやったことあるのかな、あんねんけどね、あんま人気ないからね、飛鳥時代は。飛鳥時代はね、大体天皇家が国をね、実権を持ってやったんだけどね、飛鳥が終わるとね、もうあと武家社会になるからね、位を上げただけですわ、天皇さんはね。こんなに変わったんだけどね。おお、いいね、これ。これ、この墓が違いますね、って言うて、見てもなんかあれやね。なんかそんな感じしちゃうね。違う言われるとね。ね、ああ綺麗だこれ。内緒が感じでございます。桃天の寮。間違いね。はい。そっから。落ちたらいかんで、落ちたら。落ちたら弾も落ちるよ。はい。いいね。こう山見えないね、あの墳丘はね、全然見えないんやけど。この丸を買ってあるのはなかなか珍しいな。あと地頭天皇陵ぐらいかい。ああ今日寄ってないね。今日はまあ寄れてないんだわ。最後寄れるかね。ねえ、最後。はい。今日回るのやめとかんで、時間ないからね。もう真っ黒なんだ、これ。あと時間の問題で。こんな真っ黒になりますよ、これ。ああ、いいね、やっぱり。これをなんかあの先生は歩いて回ってありましたね。車でフラフラなんで歩いて回るのは大変よ。あの向こうの近鉄の向こうやからね、近鉄のあれは飛鳥の裏やからね、飛鳥駅の大変ですわ。私も前方後編でものすごい歩いたけどね、うわーすごいこと、3つぐらいいっぺんに歩いたこともあるし、堺の前方後編ものすごくね大きいんで大変だったけどね。まあ今はねもう回ることしてやってないんだけどね、もう拝礼だけして帰りましょう。もう前ね、前なんか畑だったんだよね。こんなこと駐車場になってますけどね、こんなことしなかったね。
ほら、いっぱい家が建ってましたね。もう住宅街になってるからね。天皇陵終わり。